日本千葉県奈良市の市津田沼津田沼は千葉県奈良市の市の一地名である。千葉県内では幕張、千葉中央、船橋などと並ぶ関東有数の繁華街を形成している。奈良市,の市が町村合併によって成立した際、中核となった全身自治体が当時の千葉郡津田沼町であり、今日奈良市の,市の津田沼地区にその名を残す。ちなみに、 千葉県奈良市の市津田沼の現行行政地名は、津田沼1丁目から津田沼7丁目、郵便番号は275-0016である。ただし、単に津田沼と呼称した場合には、同駅北口商店街の一部を構成する船橋市、前原地区や南口の谷津、金の森地区を含んだ津田沼駅周辺の地域を指すことが多い。京成津田沼駅周辺戦前。 津田沼駅付近にあった鉄道第2連帯。斜めに走る総武本線を挟んだ手前は連帯本部などで現在の千葉工業大学ほか、奥は工場などで現在の新京成電鉄新津田沼駅のほか、整備工場は戦後京成電鉄の津田沼台に工場や千葉県立千葉工業高等学校などに利用された。 この地名は1889年に町村静志向に伴い田日村、久々田村、詐欺沼村、藤崎村、大久保神殿の旧来からの五家村が合併したことに由来し、中核となった田日、久々殿、詐欺沼の三家村から一文字ずつ取ったものである。これによって津田沼町の前身の津田沼村が成立した。これらの前身五家村は、 下佐大地に古くから成立した多くの村落と、同様に下佐大地に発達した樹脂状の侵食国、すなわち谷津田の谷底を水田として開発して成立したものであった。谷津村、詐欺沼村は、それぞれ一つの小規模な谷津田を単位としており、久々田村は菊田川下国に形成された谷津田の下流部に、 藤崎村はその中流部に成立した村であった。菊田川下国の最上流部に成立した村は、電気の異神殿であったが、これは明治時代の合併で二宮村となり、その後船橋市に編入されている。最後に、大久保神殿であるが、これは今日、千葉市の幕張の中核となった幕張村と同じ浜田川下国の最上流部に形成された村であった。 伝統的にそれぞれの村においては、他日田の水田における稲作と、それを取り巻く大地の延辺部の畑における畑作を、組み合わせた農業が営まれ、さらに、東京湾に発達した干潟では、船橋漁民の独占的な魚漁が行われたため、専業の漁業は発達しなかったが、農業の片手間の潮光的な改良が行われ、ハマグリやアサリなどを産した。海岸には、 下佐大地の沿辺部が迫っており会食がけをなし、その足元の海岸線との間の狭い平地には、暴走王冠イコール、千葉街道が通っていた。ここに小規模な宿場も形成されていたことが、久々、田村の小技に、浜宿、詐欺沼村には、城宿と下宿があったことから知られる。近代になると、久々現地区は、北総内陸部と江戸内湾の物資の集散地として、 栄江、新館、肥料、米国などを扱う商店が軒を連ねた。1921年、京成電鉄の開通に伴い京成津田沼駅ができると、駅から海岸に至る商店街が発展し、久々電磁区の市街地化が進んだ。また、大久保新電は隣接する奈良市の原の陸軍施設との結びつきを強め、現在の京成大久保駅の北側で、 市街地下が進行した。津田沼駅も、奈良市の払いの玄関となり、駅前商店街が形成されたがそのほとんどは、隣接する二宮町に属する。しかし、1907年に駅に隣接する、他日は久々原宿北部に、鉄道連帯が転営し、1918年に、鉄道第二連帯となると、津田沼は、鉄道連帯の街として知られるようになった。 一方、多津の地崎日形では、塩田開発が行われたが、大正期の台風被害で、創業停止となり、後地に遊園地が成立し、久々田、詐欺沼の地崎日形の潮干狩り、海水浴と共に、東京からの降落地として有名になっていったほか、京成線の多津遊園駅の北側台地は、療養地、別荘地として開発が進んだ。また、地盤の、 しっかりした、砂室干潟は、日本の黎明期の航空産業の滑走路としても、利用され、詐欺沼の海岸沿いには、伊藤と次郎の伊藤飛行機研究所など、飛行機や、その関連部品の工場や、パイロットや整備士を養成する学校などが立ち並んだ。他日の延田跡地の内干潟の部分は、昭和放水路計画のため、大倉省の所有地となったため、 1960年代以降の千葉県企業庁による埋め立てを免れ、今日の長寿保護区単日日型成立の伏線となった。また戦後海苔の人工培養技術に基づく養殖技術が成立すると、津田沼の反応反漁の漁業を行っていた人々の間で率先してこの技術が導入され、海苔の養殖も大規模に行われるようになった。1954年に、 津田沼町が千葉市の一部を編入して、奈良市の市が成立すると、田日と詐欺沼の二家村の名称は、奈良市の市の行政区画として存続したが、久々殿はそれ自体行政区画名としては、存続せず、旧久々、田村の区域が奈良市の,市の行政区画の津田沼町とされた。久々殿の地名は、飲食店組屋やアパートの名称。 それと、久々殿公園にその名を残すのみである。また、菊田の名前も、京成津田沼駅近くの菊田神社、菊田公民館及び今日ではそのほとんどが暗挙化してはいるが、菊田川にその名が残る。津田沼駅北側のデッキより、津田沼パルコを望む1976年から1978年に、かけて国鉄津田沼駅周辺に、 大型店の進出が相次ぎ、北口の伊東洋華道津田沼店、津田沼パルコと西遊津田沼店の2館体制の西武津田沼ショッピングセンター、南口の大栄津田沼店との間で競争が激化し、当時のメディア等で津田沼戦争と表現をされていた。激化した競争と相次ぐ撤退1967年、北口に千葉資本の寄り合い百貨店として、 三方ショッピングセンターが開業。三方の3階と4階のテナントには扇や津田沼店がテナントとして出店した。伊東洋華堂津田沼店1976年8月には、長崎や津田沼店が開店。1977年7月、津田沼駅、北口駅前の区画整理事業により、パルコと、西友二館の西武津田沼ショッピングセンターが開業。11月には、 新京成新津田沼駅ビルに伊東洋華堂津田沼店が開店。1978年2月には伊東洋華堂向かい側に丸井津田沼店が開店。10月には南口に大英と百貨店津田沼高島屋を各テナントに迎えたサンペデックが開業。津田沼駅前には西友、パルコ、丸井、大英、伊東洋華堂などといった大手流通業界の店舗が揃い。 1978年を中心に、新聞、雑誌に、津田沼戦争、戦場にかける橋、津田沼も、戦国時代という見出しが現れた。激しい競争を象徴するものとして、南口の大英のオープニングセールに対抗し、北口の伊藤洋華堂は、大英のセール品を無料で申定するなど、日に日に、両店の競争は勢いを増し、 同じく声優などの北口周辺の店舗にも影響を及ぼすなどして価格競争は激化した。これに対し三方は中小のテナントに頼り売り場面積や資本力が小さかったことが原因で売り上げが減少。テナントだった扇やジャスコが1978年2月に撤退するなどテナントが続々と撤退。結果、 三方は1978年7月に閉館した。伊東洋華堂と目と鼻の先にあった長崎屋はわずか3年余りで撤退し、1979年3月には大塚家具のショールームとなった。高島屋は百貨店として規模が小さく、二駅先の船橋駅前には船橋西部と東部百貨店船橋店といった百貨店が立地し、1981年には ララポートが開業し、ララポート内には祖豪が出店するなど、周辺証券の激しい競合に耐えられず、業績不振により開店から10年目に当たる1988年8月に撤退。声優も1985年11月に全フロアから地下の食品売り場に売り場縮小し、事実上閉店。後地は津田沼パルコレッツ館に業態転換した。 2018年9月15日、ブックス昭和堂が、業績の低迷により閉店。2019年7月20日創業昭和46年10月の、死にせ喫茶店、カフェシャローム津田沼閉店。90年代から現在にかけて、4モール津田沼三重が津田沼その後、大英は高島屋の店舗後にディスカウントストア、エキゾチックタウンをオープンさせ、 スポーツ用品や家電などを幅広く扱い、広範囲から集客する。やがて、津田沼周辺が発展していくにつれ、価格競争も次第に収集していった。価格競争に生き残った両店は、1990年代前半には、大英津田沼店、伊藤洋華堂津田沼店ともに当時全国で1、2を争う、売上規模にまで成長したが、大英は、急速に業績が悪化し、 2002年には、エキゾチックタウンが閉店。その後、当時大英が目指していた CVC を具体化させるためにリニューアルをオープンさせた。2003年には新津田沼駅北側に、イオンが、イオン津田沼ショッピングセンターをオープンさせた。これは、散歩とともに、大やジャスコ津田沼店を閉店して、以来のオープンとなった。神経性の線路を挟んで、 イオンと伊東洋華堂が JR の線路を挟んでイオンと伊東洋華堂、大英が立ち並んだ。その後、大英は産業再生機構による経営再建の一環により2005年11月30日をもって大英津田沼店は27年間の営業に終止符を打ち閉店する。北口にあった丸井は2007年2月12日に閉店し、 同年11月にユニクロがキーテナントのミーナツダヌマが同じ場所にオープンした。大英の閉店以降、大部分が空きテナントとなっていたサンペデックは日本生命が野村不動産系死亡ファンドへ売却後イオンをはじめとし、スタヤ、ヤマダ機、ラビー、マクドナルド、ブックオフ等様々なテナントが入った森リシツダヌマとして2008年3月13日に リニューアルをオープンした。森シア向かいにある大規模な土地区画整理事業、奏の森プロジェクト用地の一角に2013年4月、新たな商業施設、奏の森フォルテが開業した。1977年の西遊津田沼店の開業からパルコ地下1階で40年近く営業してきた西遊津田沼パルコ店も2017年1月31日をもって閉店。 跡地は生鮮食品中心の商業施設、津田沼ルシェとなった。2017年8月31日、森市や津田沼に入居していたイオン森市や津田沼店が閉店。大英に営業権を移譲し、9月5日に大英モ森市や津田沼店として、約12年ぶりに津田沼、および同施設へ再進出することとなった。2019年9月9日、 台風15号による被害で、鉄道各社が運転を見合わせた影響で、千葉県奈良市の市にある津田沼駅に長蛇の列ができ、ツイッタートレンドに津田沼駅が入ったほか、入場規制、長蛇の列のキーワードも入るなど話題になった。2021年2月24日、パルコは津田沼パルコを2023年2月28日で閉店することを発表した。 住宅地の地価は2017年の工事地価によれば津田沼1-7-15の地点で27万7千円平方メートルとなっている。奈良市の市内で最も地価が高い。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。